斉藤佑樹さん、レギュラー番組決定。プロ野球日本ハムで活躍した野球解説者の斉藤佑樹氏35がテレビのレギュラー番組に抜擢された。7月28日からスタートする BS 日テレ斉藤佑樹ロンドン発500マイルの旅午後10時30分に出演する。斉藤佑樹が初めてのイギリスへ向かった。ロンドンからエディンバラまで500マイルの旅。野球の腹型と言われるスポーツクリケットの本場で王室をはじめとした多くの伝統外貴族国イギリスを深掘りする。自然文化や人々の暮らしに触れ何を感じるのか。 MLB 取材のためロンドンへやってきた斉藤氏が初めてのイギリスでロンドンからエディンバラまで一人旅。街並みや自然文化や学生たちの生活に触れていく斉藤氏に世界遺産の街である人々との出会いが待っていた。詳しくは番組ホームページで紹介とのことです。旅番組は咲いてよっぽいな、着々と仕事増やしてんな、よく知らん2世タレントがやるやつな、500マイルのスピードボール投げる挑戦番組にしろよ。今年の甲子園のポスターは斉藤の写真が使われてるんやで。ハンカチだけで食ってる男高校時代に将来は約束されてたんだね。芸人やタレントにいじられない配慮なんやろな。女性ファンは見るんやろか。これいかにも夢グループがスポンサーやってそうな番組。面白半分でうなぎゼリーとかスターゲイザーパイとかゲテモノばかり食わされそう。後輩からもめっちゃ慕われてるって聞くし、とって普通にいいやつなんやろな。サイコロで行く場所決めろよ。なんで MLB やねんと思ったらもう週末にロンドンシリーズだったか。ご視聴ありがとうございました。